京阪東ローズタウンは京都府京田辺市と八幡市にまたがる丘陵地に開発されている住宅地である。両市と大阪府平方市との境に近い。開発主体は京阪電気鉄道で、開発面積は約159万平方メートル、計画個数は約4500個である。1992年より入居が開始され、現在もなお土地の造成。 住宅分譲が続けられている。入居する住民が愛着を持って住み続けるホームタウンを目指して太陽と緑と健康の街をテーマとした街づくりが進められている。開発主体である京阪電気鉄道は単に住宅地というハード面での街づくりだけでなく住民同士のコミュニティづくりをサポートするためにトーンクラブを設けソフト面での街づくりにも積極的に関わっている。 町開きから15年を迎えた2007年春からは、共に育み、共に育つを意味する造語である、共育を、町づくりのテーマとして新たに加え、ソフト面での町づくりを重視する姿勢をより強く、している。なお、京阪電気鉄道は、京阪東ローズタウンにおける町づくりについて、2002年に、国土交通大臣より、町づくり功労者表彰を受けている。造工事は、 京阪電気鉄道を施行者とする土地区画整理事業として行われた。タウン全域は12の事業地区に分けられ、それぞれの事業地区ごとに全体の開発スケジュールに合わせて時期をずらして土地区画整理事業を施行された。このため、分譲された住宅の入居が始まるまでには、その地区の監視処分が終わり土地区画整理事業が完了していた。なお、京阪電気鉄道は、 タウン内のすべての土地を買収して、造成工事を行っているわけではないので、造成工事終了の時点でも、京阪電気鉄道の所有でない土地も存在している。2010年3月に、最後の事業地区である、美ノ山第六地区の土地区画整理事業が完了したが、この時点でも、未開発のままの土地が一部に残されており、現在でも造成工事が継続している。第二京阪道路が、 タウンのほぼ中央を南北に貫いている。専用部、一般部ともに、掘り割り構造となっている。2010年3月20日の第2、京阪道路前通時に、立体道路制度を活用し、道路を覆う、人工地盤上に京田鍋パーキングエリアが設置された。東西方向には、京都府や和田市から木津川市までを結ぶ、都市計画道路、山手幹線が通じている。また、 第2京阪道路にほぼ並行して、京都府道736号型の組山線が通じている。西日本旅客鉄道学研都市線、松井山手駅がタウン中央部東寄りにある。松井山手駅前から、近鉄新田辺駅、京阪くの葉駅、京阪平方市駅、節南大学平方キャンパスの各方面との間で運行されているほか、タウン内の循環バス、 京都駅八条口との間の直通急行バス、ダイレクトエクスプレス時家急業都号も運行されている。いずれも、京阪バスが運行している。また、第二京阪道路京田辺パーキングエリア内の高速バス停、高速京田辺から関西国際空港との間のリムジンバス、東京ディズニーランド、東京駅、銚子駅、成田空港、静岡駅、長野駅、白浜の 各方面との間の夜行高速バス、白浜方面との間の中高高速バスも運行されている。なお、2010年3月24日までは、松井山手駅前から関西国際空港との間のリムジンバスも運行されていたが、第2京阪道路の全線開通に伴うリムジンバス路線の再編により廃止され、それに代わって、翌日から京都駅八条口発のリムジンバスが、 名神高速、近畿自動車道経由から第二京阪道路経由に変更され、高速橋田辺での乗降取扱いを行うようになり、本数も3倍以上に増便している。また、2007年4月20日から2008年12月25日までは、松井山手駅前から大阪国際空港との間のリムジンバスも運行されていたが、現在は休止されている。 タウン内のバス停留所、編集タウン内の外区は計画的に配置され、都市計画法に基づく用途地域指定による制限のほか、京田辺市、八幡市の条例による地区計画による制限も行われており、長期間にわたって町並みが維持されるように配慮されている。京田辺市行きは山手中央、山手東、山手南、山手西の四区域に、八幡市行きは、 金明台中央、金明台東、金明台西、金明台北の4区域に分けられている。京田辺市域については、山手東は1丁目から2丁目に、山手南は1丁目から4丁目に、山手西は1丁目から3丁目に、さらに区分されている。八幡市域については町目による区分は行われていない。町名の共通部分などにより、京田辺市域をまとめて、 松山手地区、八幡市域をまとめて、近名大地区とも呼称する。行政上の区域とは別に八つの外区に分けられ、そのうち六つの外区に、が丘の呼称が付けられている。若葉が丘、編集京阪東ローズタウンで最初に入居が開始された外区である。緑が丘、編集京阪東ローズタウンで二番目に入居が開始された外区である。光が丘、 編集マンション等の集合住宅を中心として構成されている外区である。センター地区を挟んで南北二つの外区に分かれている。歩みが丘、編集京班東ローズタウンで3番目に入居が開始された外区である。赤根が丘、編集京班東ローズタウンで4番目に入居が開始された外区である。千歳が丘、編集計班東ローズタウンで5番目に入居が 開始された、最も新しい外区である。松井山手駅前のセンター外区、編集松山手駅前の商業専用地区である。地区計画により住居を持つ建物の建築は禁止されている。近隣台北の商業施設外区、編集京阪東ローズタウンで最も北に位置する商業施設を中心とした外区である。すぐ北側を新名神高速道路が通過する。 計画のため、非居住区域と位置づけられている。地区計画として、京田辺市域では、松井山手地区地区計画、八幡市域では、金明台地区地区計画が定められている。両計画で細かな違いがあるが、大きく分けると13の土地利用形態別の地区に分けられている。低層専用住宅地区小建て住宅の立地を想定している。 低層一般住宅地区小建て住宅のほか、住民の日常生活に必要な施設の立地を想定している。中層集合住宅地区、中層一般住宅地区おおむね5階建てのマンションのほか、小建て住宅や住民の日常生活に必要な施設の立地を想定している。京田鍋市域と八幡市域とでは、名称が異なっているが、基本的には同一の規制内容である。 高層集合住宅地区を旨14階建て、または19階建てのマンションのほか、住民の日常生活に必要な施設の立地を想定している。沿道型低層住宅地区山手幹線の沿道であることを活かし、小建て住宅のほか地域住民の利便のための小規模な店舗の立地を想定している。沿道型住宅地区山手幹線の沿道であることを活かし、 建て住宅のほか地域住民の利便のための店舗の立地を想定している。センター地区周辺及び幹線道路沿道の一般住宅地区センター地区に隣接することから住宅だけでなく店舗や事務所の立地を想定している。センター地区周辺地域も含めた住民の利便のための店舗等の立地を想定している。京都府と市町村が策定した地域商業ガイドラインで 京都辺市北部における中心市街地エリアであり特定大規模小売店舗の立地を誘導するエリアとされている近隣センター地区周辺地域も含めた住民の利便のための店舗事務所の立地を想定している京都府と市町村が策定した地域商業ガイドラインで特定大規模小売店舗の立地を誘導するエリアとされている幹線道路沿道のサービス系商業地区 山手幹線の沿道であり、地域住民の利便のための店舗、事務所の立地を想定している。京都府道七百三十六号方の組山線との交点付近である、八和田市域の一部では、自動車関連のサービス施設の立地も想定している。沿道複合都市機能拠点地区山手幹線と、都市計画道路内里高の道線に隣接することを、活かした、広域、地域のニーズに即した、 複合商業施設の立地を想定している。京都府と市町村が策定した地域商業ガイドラインで特定大規模小売店舗の立地を誘導するエリアとされている。公共公益施設地区周辺地域も含めて必要な新名神隣接地区新名神高速道路に隣接するため非居住系施設の立地を想定している。京都府と市町村が策定した 地域商業ガイドラインで特定大規模小売店舗の立地を誘導するエリアとされている。開発主体である、京阪電気鉄道のクズはローズタウン、ビワコローズタウンでの経験をもとに、様々なアイデアが出されその一部が実現している。住民同士のコミュニティ作りをサポートするシステムとして、京阪電気鉄道が運営している、会員性組織である。東ローズタウンの居住者は、 世帯単位で入会することができる。入会金、年会費は無料であり、イベント参加時には参加費を負担する。生活情報ガイドブック、開放誌の発行、夏祭りとクリスマスイベントの開催、住民主催のイベントサークルの支援を行っている。また、生活サポートサービスの割引特典なども用意、されている。なお、実際の運営は、京阪電気鉄道の子会社である。 京阪カインドに委託されている。タウン内に警備センターを持つ専用のホームセキュリティシステムが用意されており、入居時に強制契約となる。京阪電気鉄道の子会社である、京阪ビルテクノサービスが運営している。タウン全体のセキュリティシステムという側面もあるため、タウン内をガードマンの乗ったパトロールカーが定時巡回を行っている。なお、建て住宅については、 入居時に5年分一括契約となる。このため、事実上、強制契約となるのは入居後5年間のみであり、その後は任意である。タウンの大部分は地上波テレビ放送の南市町地域にあたる。これは、在反テレビ局の送信書がある、生駒山頂から見て、山陰であることと、タウン内を関西電力の27万5000ボルト、 高圧送電線が横切っているためである。このため、協調アンテナ設備を設置する必要があったが、この代わりにケーブルテレビが整備され、KCAT が運営する HFC、方式ケーブルテレビのサービスエリアに含まれている。なお、タウンゼン域は、KOpticom が提供している FTTH、方式ケーブルテレビのエオコーテレビのサービスエリアに含まれている。また、 スカッパーアジーサットが NTT 西日本との提携で提供している FTTH 方式ケーブルテレビのフレッツテレビのサービスエリアにも含まれている。トータウンの一戸建て住宅についてはケーブルテレビへの加入が土地売買契約の条件となっており、入居時に HFC 方式の K キャットか FTTH 方式のエオコーテレビ、フレッツテレビのいずれかに加入しなければならない。 FTTH 方式の加入を希望しない場合は、HFC 方式の再送信サービスに強制加入となる。マンションについては、マンションの地上波強調アンテナの代わりとして、HFC 方式ケーブルテレビが引き込まれており、再送信サービスだけであれば、括弧での加入の必要はない。トータウンの HFC 方式ケーブルテレビは、2000年から分譲が開始された地域では、 当初から K キャットが事業者としてサービスを行っているが、1992年から分譲が開始された京田鍋市域では、当初、京阪電気鉄道が事業者としてサービスを行っていた。1992年当初は地上波 BS の再送信のみであったが、1996年4月から、K、京阪ケーブルテレビジョンと京阪電気鉄道の共同事業として、 都市型サービスが開始された。テレビ放送のチャンネルについては、K-CAT が平方市、八幡市で行っていたサービスと全く同じであったが、設備の所有と地上波、BS の再送信サービスは、K- 阪電気鉄道が行い、独自チャンネルと CS チャンネルの放送は、K-CAT が帯域の一部を借りて行う形態であった。2000年12月からは、リマックス方式による、 BS デジタル放送の再送信も開始されている。ただし、設備は1992年に整備した4 5 0ヘルツ同軸方式のままであり、ケーブルインターネット、デジタル CATV や、地上デジタル放送の再送信は行われていなかった。2011年7月のデジタル放送完全移行を控え、京田鍋市域での地上デジタル放送の再送信への、 対応について注目されていたが、2007年2月に、京田辺市域のケーブルテレビを全面的に、K、KCAT に移管し、KCAT が既存の同社サービスエリアと同等の設備に、回収した。回収後は、地上デジタル放送の再送信、デジタル CATV のサービス、ケーブルインターネットにも対応している。なお、キャットサービスについては、2016年3月31日で、 施設の老朽化に伴い廃止されることが決まった。このため、継続して利用する場合は、エオコー、フレッツコーなどの他社のプロバイダー、内種はスカバースカバー、プレミアムサービスなどでの直接受信への移行などが求められる。バブル崩壊などの状況変化により断念されたものもある。タウン独自のコミュニティチャンネル、編集ケーブルテレビに専用のコミュニティチャンネルを設けて、 住民同士のコミュニティ作りに活用することが構想されていた。京田鍋市域で当初、京阪電気鉄道が事業者となっていたのはこのためでもある。なお、コミュニティチャンネルは常日の KCAT で、KCAT チャンネル、エオコーチャンネルで提供しているが、校舎は関西圏の KCAT エオコーテレビサービス提供地域と同じ、広域放送内容となっている。 京阪百貨店出店、編集センター地区には、JR 学研都市線の鉄道アクセスと、第二京阪道路、山手幹線の道路アクセスを活かした郊外型、商業施設の構想があった。その各店舗として、京阪百貨店の出店が計画されていた。クリニック地区、編集、光が丘の一角、ファインガーデンの西隣に診療所を集積する構想があった。 松井山手駅周辺のセンター地区、タウン北西部の近隣センター地区、センター地区に隣接する地区、山手幹線運動に商業施設が立地している。主な商業施設は次の通り。センター地区とその周辺、編集山手幹線運動、編集近隣センター地区とその周辺、編集センター地区とその周辺、編集山手幹線運動、 編集近隣センター地区とその周辺、編集センター地区とその周辺、編集山手幹線援道、編集近隣センター地区とその周辺、編集センター地区とその周辺、編集山手幹線援道、編集近隣センター地区とその周辺、編集ジャラン京田鍋店の出店に際し、完成な住宅地の環境が失われるとして、多くの住民から反対の声が上がった。 当初の計画では、松井山手駅から第二京阪道路京田辺、パーキングエリアまでの地区を、クズはモールのような大規模商業集積地区とし、京阪電鉄自らが商業施設群を建設、運営するとしていた。その一環として、同店とネッツトヨタヤ坂松井山手店、昭和シェル石油、松井山手 SS の土地には、パーキングエリアと一体をなす。 商業施設が建設される計画であった。しかし、バブル経済の崩壊による消費低迷などを受け、京阪電鉄は、この計画を変更、縮小し、自らは開発せず、土地は売却することにした。こうした経緯から、一部の住民には、京阪電鉄がパチンコ店を誘致したと理解され、出店反対の声が、パチンコ店の業者である、長森商事ではなく、 京阪電鉄に向けられるという奇妙な事態になった。当規模の記載や京阪電鉄から住民への回答文によると実際の経緯は次のようなものである。このことから京阪電鉄が売りに出した土地の一部への出店計画を立てた長森商事がそのことを伏せて確実に土地を購入するために不動産会社を間に入れたと考えるのが自然であり京阪電鉄が パチンコ店を誘致したわけではない。しかし、計画変更、土地売却にあたって、京田辺市との事前協議がなかったことと、用途制限などの売却条件の設定が不十分で、あったことは、京阪電鉄の落ち度であるとして、京田辺市議会などでも取り上げられ、京田辺市、京都府から、タウンの将来に負うべき責任を踏まえた適切な、 対応と今後の再発防止を要請する文書が出された。これを受け、京阪電鉄は長森商事に対し、パチンコ店に代わるテナントの紹介や、ネッツトヨタや坂による土地買取を提示し、出店撤回の申し入れを行った。行政側も、車両入り口の設置を一箇所に制限するなどの可能な範囲での圧力を加えたが、長森商事は出店は合法的であるとして、 撤回には応じなかった。タウン内では商業地区であっても近隣センター地区や山手幹線沿道商業地区では地区計画でパチンコ店等を含めたすべての風俗営業店舗の建設が禁止されている。しかしセンター地区では政権が緩められすべての性風俗関連特殊営業店舗とクラブ等の風俗営業店舗の建設が禁止されているものの パチンコ店等の風俗営業店舗の建設は禁止されていない。なお、京都府条例により、児童福祉施設から100メートル以内では、パチンコ店の営業は禁止されている。センター地区にある松井が丘保育園分園パステルキッズは、児童福祉施設に当たるため、現状では、センター地区のどこでもパチンコ店を出店できるわけでは、ない。近年、山手幹線沿道の開発による、 ロードサイド型店舗の増加、そして大型商業施設の出店などにより、近名第二市の交差点や、第二京阪道路との交差点を先頭に、主に土日の昼間から夕方を中心に渋滞することが多い。東タウンが京阪間の近郊住宅地として、一定の評価を受けるようになるにつれて、周辺で数個数十個規模の小規模な住宅地開発が行われるようになってきている。また、 100個を超える中規模な住宅地開発も計画されている。トータウン隣接地での開発の場合には、道路や街並みの点で、都市計画や地区計画の基づいて形成されたトータウンとの整合性が問題となっている。近年では、街並みの点については、行政側の開発業者への指導や地区、計画適用地域の拡大などで、一定の対応がされている。トータウンに隣接しない、 開発の場合には直接的な影響はないものの、松井山手あるいは山手のごが開発地の名称の一部に用いられているため、トータウンのイメージを誤って想起させているという問題がある。ありがとうございます。